金正恩国務委員長が ICBM ・大陸間弾道ミサイル火星17型の開発に携わった功労者らと記念撮影を行ったと北韓の朝鮮労働党機関紙、労働新聞が27日報じました金委員長は人民の無条件の支持と声援の中誕生した火星法17は我が人民が自らの力で作り上げた巨大な創造物だと強調しました そして国防力の強化に向けてミサイルの開発に拍車をかける必要があると述べたとのことですこの日の記念撮影には今月18日に火星17型の発射現場に登場して初公開されたキム委員長の2人目の娘、キムジュエさんも参加しました娘の初公開の際、専門家らは核兵器が次の世代に引き継がれる戦略兵器であることを世界に示すとともに 住民の暮らしを顧みずに、核兵器の開発に熱中する独裁者としてのイメージを和らげる狙いがあるとの見方を示していました。一方、金委員長は、火星十七型の開発と発射の成功に貢献した。金正。氏区党軍事工場部副部長とチャン・チャンハ国防科学委員長をそれぞれ大将に昇進させたということです。